牛田浄水場とは、広島県広島市東区牛田新町にある、広島市水道局が管理する、浄水場。大田川水系級大田川上流部の左岸側に、あたる、牛田地区にある。北方に本川と大田川放水路分岐、南方に本川と京橋川分岐がある。西側に、基本新道や広島高速交通広島新交通1号線が、通っている。 近代水道百戦選の一つ。1898年大日本帝国陸軍の広島軍用水道が整備された時に建設された市内最古の浄水場であり、広島市水道局としては市内唯一の戦前に竣工された浄水場である。100年を超える歴史を持ち、1945年、広島市への原子爆弾投下で被爆した歴史を持つが、 創設から現在まで不断水を続けている。敷地内にある広島市水道資料館、別館及び旧路下調整池上屋や旧水道館は広島市所管の近代水道関連遺産として近代化産業遺産に選出された。また建物のみ、原爆被災した被爆建物として広島市に登録されている。1 9八十年広島市政以前の地図、当時は 大高川水系の河川だけでなく、広島城の堀や運河が存在していた。WK バルトン内務省衛生局顧問技師広島水道創設当初から、ある浄水場であることから、牛田浄水場のことだけでなく一部、広島市浄水道の歴史も記載する。広島は、大高は下流域の三角州に形成された町で、あり、海に近いため、 井戸からも良質な飲用水を取ることができず、住民は不衛生な川水を飲用するしかなかった。江戸時代において、出景園を整備した広島藩七代藩主、浅野茂明は、園内に新鮮な水を導入れることを思いつき、文化4年、牛田の清水谷から、そのまで窒管を、主な材料として導水路を整備した。これが広島における最初の水道にあたる。 ただこの導水路は早々に休止している。明治に入り、不衛生の川水を飲料することで起こる、伝染病のルフを懸念し、1889年、市政施行して、以降、市民からの水道建設の要望が高まった。一方で1888年広島を拠点に大日、第二本抵1889年、後に浄水施設が建設される、秋群牛。 田村一帯は陸軍省の用地となっていった。1890年その第五師団長、の津道すら中将により、鍋島しま県知事に対し水道敷設を要望している。1894年4月、広島市は内務省衛生局の親とい外国人であるウィリアム・ケイ・バートン小門議士に上水道敷設計画を依頼する。バルトンは、 同年12月広島市に計画案を提出する。ただ、市の財政的な問題から、早急な市水道を設実現はこの時点では、不可能と思われた。バルトンへの依頼3ヶ月後にあたる1894年7月、日清戦争勃発。同年6月山陽鉄道広島駅開業。同年8月宇治線開通。宇治港が軍用港に指定され、同年九月には、 広島大本営が設置され、明治天皇が広島で統制することになった。日清戦争日本軍の損害も参照この時期、広島では伝染病が流行した。1895年3月から同年11月にかけて、県内で3910人、内市内1308人のコレラ患者が発生した。これは日清戦争末期から終戦後兵士が帰国してきた期間に重なり、 つまり、戦地で伝染病にかかり、帰国5万円したということになる。さらに、大本営参謀総長である、アリス川の宮たる人新郎が、広島で発症した長地フスで1895年1月に死去するなど、死期にも影響していた。そこで、陸軍は伝染病対策に動く。戦争機関兵に対して、検疫を行う。 二の島県役所が1895年4月にでき、後藤新兵陸軍県役部事務局長による指揮の元急休息にで、また陸軍による市街地の徹底消毒も行われた。こうした広島が軍都として急速に発展していく中で、陸軍司令部が置かれた広島城や陸軍の兵舘拠点となった宇治河口へ浄水を送るだけでなく、広島市内に蔓延する、 伝染病撲滅のためきれいな水が大量に必要となり、早急な浄水道敷設の必要に迫られた。小玉玄太郎臨時広島軍用水道敷設部長1930年頃の広島市地図。広島城は中央城全域、広島駅は右上、宇治河口は右下。浄水城は中央町部より上にありここには描かれていない。 なお、取水場はさらに上にあったが、河川改修で埋め立てられたことにより現存せず。1930年代、米軍が作成した1945年の広島市地図。上部にフィルトレーションプラントと書かれている。原爆被害分布図。これには、牛田浄水場は書かれていない。赤色からこの辺りまで火災が進行しなかったこと。 河川からこの辺りが爆風による建物被害の北端であったとわかる。1895年7月、バルトンの敷設計画案をもとに、広島市水道敷設を広島市議会で決議、全工事費95万円のうちに、3を国庫で補おうと関係省に申請したものの、却下された。そこへ、同1895年11月、明治天皇の直令である、 直例第157号臨時広島軍用水道敷設部完成交付により国営工事で広島軍用水道敷設という異例の形で上水道建設が決定された。1896年5月1日寄八1898年8月12、竣工。全工費639,845円ですべて国費。 なお臨時広島軍用水道敷設部の幹部職員は、下表の通り。うち、軍用水道敷設計画は、吉原住長が立案、つまり、牛田城水場の設計は、バルトンではなく、吉原が行っている。合わせて、軍用水道に接続する形で、四水道も整備されることになり、野村康氏内務大臣及び大山、岩織区軍大臣の特許。 小玉玄太郎軍用水道施設部長監督の元軍用水道と同日着工、軍用水道と同日竣工した。全工費294,065円で、すべて主催による。ちなみにこれは、横浜、函館、長崎、大阪に次いで、全国5番目の近代水道創設であった。同百8 9 8年8月25日、軍用水道及び、 死水道の竣工式及び通水式がここ牛田浄水場で行われた。同年9月から軍用水道は広島市に対応され市が管理することになった。死水道の市内への通水は1899年1月から開始した。1920年代頃の浄水施設はまず大田川の牛田、村あざ神田、現在の日通寺下流側にあった。 水源地で取水、現在の牛田浄水場の位置に沈殿地が、現在の新牛田公園の位置に、六価地があり、現在も同地にある牛田排水場まで送水し、そこから給水した。主要な給水管は、軍用水道は、広島城及びその周辺の陸軍施設への給水と、広島駅及びその裏手の東連平城から、宇河港への給水、水道は、 軍用水道と接続延長し、主要幹線道路下に配置された。日露戦争以降さらに軍都として発展し、それに加えて市町村合併に伴い爆発的に人口が増え給水危機に陥ったため、1908年、1924年、1935年と3度に渡り拡張工事を行った。さらに、従来の牛田水源地だけでは対応できないことから、 1933年上流の減水現地でも取水するようになった。市の西方面の給水をカバーするため1935年、恋排水地が竣工した。終戦頃の最大給水量は10.6万立方メートル、日にまでなった。1945年8月6日被爆。爆心地から約2.77キロメートルに位置した。鉄筋コンクリート建物は、 半壊程度だったが、木造建物は全壊し、爆風によりポンプや電気系統は破損し、送水停止した。致命的な火災からは、免れている。水源地は送電線が断絶した影響で一部配電設備に被害があったものの、爆心地から遠かったため被害は小さかった。牛田排水池も被害は軽く、排水池に残った浄水で、かろうじて給水が続けられていた。 そこへ生き残った水道部職員で懸命な復旧作業を行い、これに陸軍船舶兵も手伝った。当時復旧作業を行った水道部技術職員の記録が残っている。当日勤務し当地で被爆したある職員はポンプ室の屋根が部分的に崩壊したこと、ポンプの用水弁3つとも閉鎖したこと、排水地は無事だったがこのままでは水がなくなってしまう恐れがあったことから、 排水弁を絞ったことを手記に残している。当日非番で別の場所で被爆した職員も駆けつけ復旧作業を行った。なお、広島市公式資料である原爆戦災士や水道局技術職員の記録には残っていないが、牛田地区は被爆1から2時間後に3分程度のごく短い間、黒い雨が降ったと被爆者の証言がある。被爆6時間後の同時、 なお元町にあった水道部庁舎は前回水道部全職員186人のうち被爆により83人が死亡した。ただ市中心部では被爆によりあちこちの水道管が壊れていたためそこまで浄水は届かず水を求める被爆者は次々と川へ飛び込んだ。さらに同年9月の枕崎台風でも市内水道橋が落橋するなど被害を受ける。 水道部職員は、翌1946年4月上旬まで、応急修理を行い、市内全域まで復旧した。この間、水道が止まらなかったことがその後の復興に大きな後押しとなった。1974年の牛田上水場周辺。現在の新牛田公園はもともと上水場敷地だった。1988年の牛田上水場周辺。 写真中、大谷や,や左の大形状の敷地が、浄水場、その右の高台状の緑色系が、排水地。浄水場化が、写真当時工事中だった新牛田公園で、基本振動も整備中だった。1949年8月広島平和、記念都市建設法が交付、施行され、市への国有財産無償乗用を認められた。この辺りの旧軍用地は、 1952年から1956年にかけて常用された。1952年広島市水道局が発足する。戦後人口増加により、市内の浄水道はさらに整備され、1960年代以降との浄水場も増え、それに伴い牛田浄水場の給水区域も小さくなっていった。また、牛田及び原種水場は河川改修によりなくなり、 1958年、戸坂取水場が竣工され取水を開始、1966年黄金山排水地が竣工され運用開始するようになった。1980年代議温新道建設が進み、浄水場敷地に道路が通ることとなった。この際敷地の半分以上が道路と公園などの公共施設となり、それに合わせて1985年7月、 水道資料館が開館し、現在の状況となった。2009年、市水道局は、市水道体系の更新計画である、広島市水道ビジョンを発表。老朽化に伴い府中上水場廃止が決定し、牛田上水場で、広島市東部全域及び、秋群府中町、坂町全域をカバーする予定となっている。2012年現在、次に、 戦前の軍用水道敷設における設計上の所言を列挙する。主なもののみ。2012年現在。ここでは、同式地内の牛田排水池のみを示す。2012年現在。総有効用量36,230立方メートル水道資料館参照資料館は、もともと1924年建造の牛田排水池への送水ポンプ室。別館は、 もともと1898年建造の牛田水源、地俊工事から、ある漁水室。1945年8月6日、被爆、双方とも、爆心地から約 2.80km に位置した。爆風により屋根や扉は大破したものの全東海は、免れた。ポンプも破損したがその後の復旧作業により6時間後には、排水地への送水を開始している。 浄水室の方は1972年まで使用された。気温振動建設により浄水場敷地内が縮小され、歴史的な建物が取り壊されてしまったことを機に、水道関連の資料を保存公開する資料館として1985年7月に開館した。1993年広島市により被爆建物リストに登録。2009年建物及び、 公開資料が経済産業省により、広島市所管の近代水道関連遺産として、近代化産業遺産に選出された。資料館は赤レンガパリの鉄筋コンクリート構造2階建て、別館は鉄筋コンクリート構造平屋建て。資料館では、水道の歴史のほかに、水道創設時に使われた鉄管、被爆時の送水ポンプの運転日誌である。 内燃機動送水食等運転日誌、水に関する市民の作品などを展示している。別館はビデオルームとなっている。入場無料1898年、牛田水源地春工事から、あるろ過調整地と1924年拡張工事により設置された上屋である。上屋はレンガ造り平屋建て、ろ過地の壁面は加工岩切り石が用いられている。現在は未使用。 これも資料館同様に、1945年被爆、1993年被爆建物リスト登録、2009年近代化産業遺産に選出された。1503年秋武田市当主、武田元茂が佐藤銀山城の守護神として、海の国から神田八幡宮を肝心、現在の東区スポーツセンターあたりに放線した。1889年この付近が、 軍用地となり、牛田、白島、宇品の山頂村民協議の結果、神田神社は宇品へ移転した。これを惜しんだ地元住民により、軍用地のそばに神田神社の分社が祀られた。戦後、軍用地が市に払い下げられ再整備された際にその分社一帯は浄水場敷地内となり、現在の神田神社分社となった。 8月6日の広島平和記念式典では、ここの長寿鉢から、懸水を備えている。石垣編集広島軍用水道敷設つまり、明治天皇の直令を実現させた、当時の伊藤博文内閣総理大臣と、小玉玄太郎陸軍中条圏、広島軍用水道施設部長の二人と、後の広島市水道拡張工事の際にこの地を訪れた記念として、 後藤新平停身大臣が書いた石垣が浄水場内に残っている。なお、小玉と後藤は台湾における日本統治において脱腕を振るっており、その二人の直筆がこの浄水場内に現存していることになる。軍用水道の移行、編集浄水場竣工時に作られた軍用水道用の水道橋は二つ存在していた。また、広島城本丸に桜の池と呼ばれる、 コンクリートで作られた池の跡がある。これは、軍用水道敷設を記念して作られたものであり、現在も残る、軍用水道ゆかりの遺構である。周りは、祇園新道建設や1994年、アジア競技大会を機に、公共施設が整備され、新牛田公園や牛田総合公園の公園、東区スポーツセンターや広島市総合屋内プールの屋内スポーツ施設、 牛田公民館と立ち並ぶ。最寄りの駅は、アストラムライン牛田駅。昔周辺が陸軍商用地だった頃名残として、南に公平橋が現存している。イカ水道資料館公式に記載されているものを列挙する。ありがとうございます。